武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は龍谷大学の物理の勉強について話していきたいと思います。物理ですが、時間が90分で大問が3題出題されています。で、出てくる設問数はまあ30題、少々出てきたりはしますので、問題数は割と多めですね。で、出てる問題に関してはもう本当に基礎的な、問題中心で、まあ日大レベルの参考書やっておけば十分対応できると思います。ただ問題数が多い分、どうしても聞いてくる範囲が広いので、薄い参考書で基礎だけザーッとやっちゃったみたいなものよりも、まあ例えばリードライトノートなりセミナーなりっていうような結構広い、問題数が多い問題集で、まあちゃんと網羅しておくことが、必要かなというふうに思います。で、まあ回答がマーク形式なんですが、マークの選択肢がかなりややこしいというか、まあ見間違えそうなものが結構多いので、見間違えてマークミスをするという、ことがないようにですね、そこを気をつけておきましょう。基本的な問題をしっかりやっておけば十分対応できますので、変に取りこぼしないように心がけてください。で、出てる範囲に関しては、まあ、力学と電磁気は基本固定で、まあ、波動と熱力学どっちか出るみたいな形なので、優先的に力学と電磁気は、固めるようにしておきましょう。以上が物理の勉強となります。